あの質問箱でね一番多い質問がルアカラーなのよこう何色はどういう時に投げたらいいですかと、えー、そのワームの一つ一つのカーラーについてどういうロケーションで投げたらいいですかほぼほぼ毎日来るんです質問が。最初にね僕がルアカラーに関して言いたいのは決めちゃダメ いうことが一番現場合わせでないとねあのルアーカラーに関してはね僕間違っちゃうと思うのであの一番怖いのは釣れないのをカラーのせいにされる可能性って大なんですよもう現場で僕そういう人すっごく見てるので、えー、見てたらカラーのせいじゃないよね釣れない人があれ僕だけ釣れませんすぐ近くにいるのに、えー カラー何色使ってます?」っつって,言ってで同じ色使っても一緒なのよそれはもうレンジが違ってたり、えー、その他こう入れてる場所を流すーゾーンが違ってたり、えー、の方が圧倒的なのねでカラーの要素って釣れる釣れないで言えば随分後ろの方に来るわけ一番大事ななのはやっぱ魚がいいる場所に投げなさいですよ、ね、次はサイズが僕2番目だと思ってる。 僕の持論はねまずは場所キャストするコースで、えー、あとレンジでしょ表層を釣るのか表層直下をつるのか,層るのか中層を釣るのかボトムを釣るのか、うん、もう全く話違ってくるよね世界が。その次が今度はアクションだよねでカラーはね僕そのあとだと思ってるだから5番手ぐらいだと思ってるんですよ。ただ釣りっっててね難しくって奥深いのはのはそ 五番手のカラーがものすごく大きく左右する日もあるのよ。これがね、あの僕自身も痛い目何でも見てる。でかといって、じゃあ、それがいつも起きるのかっつったら。まあまあ珍しいことなんだよね。例えば、二十年くらい前だと思う。今日、アジいねえなとかって、僕も散々いろいろやるんだけど。アジいないなっつったら、その一緒に行った友達が急激に爆笑し始めたの。 でその時にやつが何使ってたかっつったらドチャートを真っ黄色の,あのちょっとマットっぽい濃いイエローだったのよ。うん、ルアーはねネジワームスクリューテールクラブの方だったかなネジワームの方だったかな、えー、ちょっと忘れちゃったけどでグローが入ってて、えー、マットに近いイエローだったのよ。で彼ばっかり釣るのよ。で 最初立ち位置かなとかコーストかなとかいろいろ考えたんだけどどうやっても僕には釣れないのでこれはもうルアーからしかないなっていうんで「おいちょっと1本くれ」っつって分けてもらったらもう一発です1投目からもう圧倒的にねそればっかり釣れるの。でバタバタバタッと3つ4つ釣っておかしいと思ってまた他の色をあえて僕刺すわけですよ。でもう全然バイトがないの。 でイエローに戻すとまたるわけ、まあ、グローが効いたのかイエローが効いたのか定かじゃないんだけどまあそんなことがあるしね、えー、そんな例はね過去に、えー、もう覚えてないくらいあるんですよ。あある日の面白いのだったら、えー、山口の人はよく皆さんいきなりてる上の関ね上の関漁港で面白かったのが、えー、すっごい味が釣れる日で。 えー、70匹ぐらい釣ったんだけどその時お同じ友達と言ったんだよ上野跡にね。でもう一人連れてって。うん、で二人とも今あの <laughs> 各メーカーのテスターさんされてるんで、ね、うかつに名前言っちゃうとねまずいので言わないんですけど僕ともう一人はすごく釣れてその一人が釣れなかったんですよ全然。で前回すごく釣れたからってってそれを入れたら。 不思議なことね、味が食わなくてね、シーバスとチヌばっかりなんの。なんじゃそりゃって。で、え僕たちはまあ違う色、釣ってる、味がボンボン釣ってる僕たちは違う色使ってたから、んなんでん、君だけチヌの味なんでおかしいなーって。えー、って、な、何使,何使ってんのってるのた使ってる側も一緒なんの。色が違うだけなのよ。で、あれ ってじゃあ俺たちもその黄色刺してみようと思ったらびっくりよ3人ともシーバスチーヌになったの。で僕らがアジ釣ってた他の色にもドクリアーとかの他の色に戻すとアジが釣れるんだ。ところがその黄色が前回はアジ大爆笑の色だったんだよね。まあ,あそんなことがねいろいろあります。 エギングの質問なのですがアオリイカは色がわからないと聞いたことがありますオレンジがいいやピンクがいいなどありますがカラーはどのような影響があるのでしょうかアオリイカって魚類の中でもものすっごい視力持ってるんですよであれなんだったっけなあの色を見分ける細胞っていうのがあるんでねあの錐体細胞とも言うんだね漢字で書くとね錐体。まああの目の奥にある 光を捉える部分のところに水体っていうものがあってそこの細胞が、えー、異なる波長特性を持つ物質を発現するための色覚の基礎となるとでこの色覚細胞にもこういろいろなタイプのものがあってですね4色型色覚とか2色型色覚とかオプシンっていう物質なんですけどね,ねえ緑オプシンと赤オプシンというものがあって。 でこの魚が色が見えてないっていう説がねもう近年完全に崩れた,ったえー、鳥とか魚とかはね色覚細胞が発達してる <laughs> だからアオリイカがね色見分けつかないなんていうのはねそのもう昔の話だと思うよだからどの色が一番いいかっていうのはまたその釣りでどの色が釣れるかとなるとねまた話は別だと思うね こいがさもののすごい色変えるる映像で見たことある攻撃する時の体の色とあの恋愛する時の体の色と変えるんだからものすっごい綺麗よ、何時十何色出るんじゃなかろうかっていうぐらいもう絢爛豪華な色になるの体の中でそれがもううわーっと色を変わっていくわけ。で、えー、例えばその婚姻行動なんかの場合は。 メスのイカはオスの,その体色の変化に、えー、性欲を刺激されて交尾をするということがよくあるわけだし魚も見てごらんオイカわでも婚,、えー、婚姻色出るでしょオスがめちゃくちゃ綺麗になるじゃんあれメスがちゃんと見分けがついてる証拠だよ。ね <laughs> チャートって印象が強すぎてなかなか信じて使えないんですよね。ああなるほどね。僕は今作ってるから ね、まあ単なるチャートだけじゃなくてちょっとキャンディーっぽいねチャートキャンディーグリーンとピンクと頭の方がちょっと赤くってお腹がチャートにしてるんですけどうんこれ粘りのだからね言っとくけどまあこれゴーストかかって中に反射板が入ってるミラー系だけどチャートなんだよねで これ相当古いルアルだからねあの昔からプラグチャート多いよね世界中でなぜ釣れるから、うん、でも人が思う黄色真っ黄色って派手だからそんな真っ黄色の餌なんか海の中にいないから釣れないような気がしてるよねでも現実には釣れるよね だから、えー、まだまだそのルアーのカラー経験が足りない方はね、あのー、なぜ世界中のルアーにドチャートが使われてるのかっていうのをもっと信じ込んだ方がいいよ。釣れるからほぼ全メーカーがラインナップしてるからね。ただね、僕なんかほら、あのー、ライトゲーム分野をずっと表現してきたというか発信してきた人間じゃない。 でちょっと悲しいこと言わせていただくとライトゲーマーさんってあのもともとルアーをやってた人がアジメバルを釣り始めた人たちじゃないのよ大,大多数が <laughs> アジメバルからルアーを始めた人が大多数なわけ現代は。アジングメバリングを始めた時にみんなが使ってるやつなんかこういう。 ゴースト系のクリアカラーで色が乗っててもこんなちょろっととかさこういうのが多いから、えー、クリアじゃないと釣れないとかねあのドッハでなそうね例えば、えー、例えばルアーの世界でよくあるこういうマットタイガーとかこんなんじゃアジメバル釣れないと思ってんだよ思い込んでんだよ。 <laughs> でも僕らみたいにルアーでアジは釣り出したのは近年でそれ以前にもういろんな魚をルアーで釣ってる人間は全然抵抗がないアジだからってホットタイガーで食うでしょうドチャートで食うでしょう実際僕なんかはもうたくさん試したけど釣れますよ普通に。でタイミングによっちゃドチャートなんかのがねずっと釣れたりするわけで。だからそこをねまず あの釣れるからこそいろんなメーカーが作って出してんだでもなぜアジメバ市場にそういうマットでドチャートのようなカラーが少ないかつったらみんなが買わないからたったそれだけ <laughs> こいつこいつはもう全く<ん>不透明です透明じゃないんですうんめちゃくちゃ釣れるところを実際に僕らやテスターさんたちでこれ使って釣れるところを証明してもっと皆さんにこう勇気を持って もっと幅広く楽しく遊べるようになっていただこうと思ってねえーえー、クリア系とソリッド系のとの使い分けというかどちらの方がアピールが強いのか弱いのか的な特性の差についいいてお話を伺いたいです例えばこういうマットに塗れば黄色なんだけど黄色ってつるんつるんのものに塗ると金色なのよ。 金色これ金色色じゃなないのよここれ黄色なんだこれ黄例えば銀色のスプーンにマーキーの黄,黄色買って塗ってごらんスプーンに完全にゴールドのスプーンに変わるわけだから魚がゴールドだと思ってないからね言っとくけど <laughs> あれ黄色だと思ったとしてもただ反射する黄色っていうだけで、えー、黄色と青を混ぜると何色になる このののコアの色のようににグリーンになるでしょ釣れなさそうな色に一見見えるんだけどこの黄色いところも緑のところも黒いところもオレンジのところもどの色にも黄色が入ってるわけよベースとして、うん。だから黄色っていうのは基本的に釣れる色なの。うん、それが 水の色とか深さとか日照の具合であるとかつまりライティングであるとか、えー、背景の藻が緑であるとか、えー、黒い岩があるとか、えー、いろんな要素でね、えー、ちょっと変わってくるんだけどただ魚から見た時にね黄色って、ね、ものすごく違和感がない色だというふうに、えー、捉えられてますあの。作る側の理論ですね 長いこといろんな魚を釣ってで作る側に回っちゃった人とか最初からルアーの研究で釣るよりも作る方が好きでずっとやってるプロフェッショナルの人たちは全員同じ考え持ってますからいやーちょっとアピール強すぎるよーってうーんそりゃアピールがちょっと強いからレオンさんクリアの方がいいよクリアならアピール弱いからって。これが近年 ここういうういい考え方はは間違っってるということがはっきりしてきたんですである種の研究者によると水の中でこういうものを作ったら一番目立つのがねクリアだってよ。実はクリアはすごくアピールからなんだって魚から見た時に。捕食者から見た時のクリアっていうのは逆にアピールからになってるということを唱える人すらいるのよ。アピールが強いか弱いかという考え方すらも 今の時代のルアーフィッシングの概念としてはちょっと間違いじゃないかということすらね、えー、言われてます明かりがあるところではまずオレンジ系をつけてみるとかありますかあ、これねいい質問なんだよ当時知らないからさ色ごちゃ混ぜでナイロン袋の中かにどっかに放り込んで現場持ってって釣ってたら染まるのよ ワームとワームもくっつけてたな。うん。で、たまたまその、えっとね、赤と黄色を入れてたやつがバッグの中に、えー、オレンジ色に染まったわけ。そいつがね、やったら釣るんだわ。これ、マジでオレンジ効いてんじゃねえって話になったの、うん。確かによく釣れるね。倍ぐらい釣れるのみんなの他の色よりも。よくよく考えたら、 港の城ョ島の街灯の色さナトリウム島はオレンジアーク島が白だったりちょっと青っぽい色だったりするのこれだって気が付いたわけ当時つまりオレンジ島ナトリウム島のオレンジの色の中でオレンジのワームがあるとある種保護色になってるわけこのワームが。 その方がメバルのやる気をそそったんじゃなかろうかっていうのがまあ,あ一つの答えになってるわけなんだけどだからベイティーでこの色を採用して、えー、今回からこのスワルテールシャッドにも採用して、えー、ほとんど全部のワームに採用してるのはもうまあ僕は隠し版でやってんだけど最初にこのワーム 名名前前けた名前わかるでしょ堤防ナトリウムという何な,なにオレンジじゃないですよインクスレーベルではこれを堤防ナトリウムって言ってですよ。で白色街灯とか青色街灯のところでは堤防アークナトリウム灯とアーク灯ナトリウム灯とアーク灯の中で中箱、えー、こゴースト化する。 まあこれも勝手な人間のイメージなんだけどでも現実にはそういう割合あのはっきりした明確な超過の差が出てるので、えー、まずはオレンジ系をつけてみるっていうのはそこら辺をそ,そればっかりじゃないよ絶対そればっかりじゃないからねナトリウム糖の下で、えー、ピンクがやたら効くこともあるわけですよ。こういういピンクヘッドの パールホワイトみたいなのがすっごい効くこともあるし逆にもうで瀬戸グリーンみたいなねこういうのがやたら効くこともあるから一概には言えないんだけど基本的にはあの合わせた方合わせてみるパイロットカラーとしてナトリウム糖の下ではナトリウムオレンジっていうのはねありだと思います。うん,うーんちゃーっと クリアソリッドの使い分けオレンジ系目の大きいメバルやシーバスは特に視力が高いと聞いたことがあります当然あのー、夜でも捕食できるように、えー、進化した魚はね目が大きいわけですよもうイカが一番だよねイカメントもでっかいよね体の体積に対しての目の大きさってイカ異様に大きいでしょあれはあのー。 夜捕食活動をする生物の一つの証拠だからメメバルなんてまさしくそうでだからメバリングがガーッと浸透していく中でね面白い質問がいっぱいあったのが街灯もない真っ暗なところでメバル釣れる気がしませんっていうのよいやいやいや人間から見たら真っ暗かもしれないけどあいつら見えてるから全く見えてるんでそのためのメバルの目なのでね。 アジの方が釣れにくいよ。だから真っ暗だと。全く釣れないわけじゃないけど釣れにくい。で、えー、例えばブリとかハマチとかは本当に、えー、闇場所じゃね、えー、相当釣れない。ただ、街灯の下では夜でもハマチまで行かないけど、こんな青ものをメバリングの最中に何度も釣ったことある。四五十センチとぐらいのやつか。突然、ジャーってなんだ、だから、街灯狩りさえすればあいつらも釣れるんだけど、さすがに、えー 明かりがない場所じゃ普通の青物は厳しいみたい、えー、っとサバもそうだよねサバもガイドがあるところじゃないと本当釣いが悪いうんまあ基本的に味もそう青物はそういう傾向が強いと思った方がいいですルアーカラーをチョイスする際その時の海の色に合わせた方が釣いが良いという話を聞きましたまあカムフラージーカラーっていうのは一つはある考え方としてあるだよねで それでダメだったら真反対にするとか、うん、海の色は青いのにドピンク入れて紫入れるとかこれはまあ太刀魚用のねあの合図系のジグなんだけど、うん、ただただ巻くだけとか早巻きで釣るこのなぜか太刀魚にはね紫とかピンク系が良かったりするので結構売れてるからまあ真反対のことをやるのもよし。 だからカラー理論ってこれっていうのがないのだから現場合わせという言い方になりますえー、緑なら緑系私は色だけで言うのはデーゲームならそんな時のベイトに近いナチュラルカラーその考え方もあの一つの方法なんですよ、えー、まずは餌の色に似せるっていうのはすごく重要ではあるんですだからこういう萌えびカラーとかねえ 餌の色に合わせるっていうのはまず一つはルアカラーの基本ではあるんですよねこういう誤解カラーとか。基本なんだけどあくまでも基本で基本がいつも正しいとはこう全く限らないね。これなんかはし白魚とか白魚ねイ味ージとしたこういう色なんだけどうん。あの 僕がライトゲームをね本気でやりだしてもう本当に随分長い年月経ってもともと、えー、僕は出が渓流のトラウトなんですよ「岩の山目」ね、から始まってそれから、えー、メバルにはまって一時期バスが面白くってバスってこういろんなルー扱えるじゃない。でトップでガバーとかあーまりにも面白すぎて。 スピナーベイトというあのワイヤーベイトで食ったりとか、えー、ラバージュグであるとかまあ面白いよねブッシュの中にぶち込んでそこからババン引き出すとかだからバス相当はまったんだけどまた海に戻ってそのソルトのライトゲームをやろうとすると淡水域の例えばバスで考えた時にバスがおおむね何食ってんのかって話なんだよね。ワカサギ ああいう、えー、生まれたとのちっちゃい船でザリガニってあんまりいないんで日本にはバスフィールドにそんなザリガニいないからえー、大体沼エビとかモエビとかってことになるよね何を言いたいかというと海と比べたらね圧倒的にね餌の種類の,の数が違うんです海100倍ぐらいいるのよ種類がでいろんな色が るのよだから、えー、僕がこ何十年かやってきてしかも自分がルアーを作る側の立場に立ってしかもそのカラーリングをしなきゃならないってなった時にまあねソルトのライトゲームほどカラーリングに気を使わざるをえないすごさってのはあ,あるの、ね。例えば。 アジとかメバルって一番たくさん食べてるのは微小浮遊生物たくさんいわゆるプランクトンまあ網パターンって俗に言われるけどゾウエアだったりね網だったりいろんなその極小ねっ微小浮遊生物硫化ベイトこんなん食ってるわけいろんな色がいるよ本当にあの 雨ですくってみたらわかりますよ、うん、で、いろんな見え方をさせなきゃならないわけですよ。だからこういうこういうラメだったりねシルバー入れてシルバーと赤の組み合わせだったりこれなんかは赤だけじゃなくてね青もチカチカ光ってるでしょ。これがライティングや水色やニッチ 昼夜やや街灯があるやなしやで、えー、どの餌が流れてきてるかでものすごくもう変わってくるわけ、ね、で、えー、こういうつ,つぶつぶつぶっとしたラメがいい時もあればそのビシ、えー、流れてくる餌がラメのつぶつぶつぶよりも大きい時に 聞くようにこういうスティックを入れてるわけ長いやつこれがあ特にインクスのね割と目玉になってるホロスティックって長いやつ入れたんです、えー、自分は色三割動き七割とか持ってますレオンさん経験上どのように思われますかってまあその前にそもそもレンジ <laughs> レンジサイズアクション えーかなこんな僕はこんな順番うんある程度一定そういう風に決めてるだから釣れないなと思ったらまずレンジを疑うで釣れないなと思それでもレンジは全部探っても釣れないなと思ったら今度はサイズを疑うもっと大きくした方がいいんじゃねえかあやっぱりでかい方が出たよと逆にちっちゃい方がああそうかねレンジ大きさで釣れなければ今度はアクションですアクションっていうのはつまりスピードも関係するよね メバリンガー神宮となったみんなゆっくりまっからところがダーッと回ったらドンなんていう場面腐るほどあるのアジならでっかいアジほどそう競争これぐらいの回収スピードでガーンくるやつはでかいこれがアジはもう青物の海遊魚でスピードがあるから特にそうなりやすいんだけどこれがメバルでもこのスピードで圧倒的に食う場面っていうのは僕はもう数え切れないぐらい経験してるのでねそれもアクションの一部です ああるるいは全く,く空気があるから早でも空気がないやつにスイッチ入れるときは例えばワインドっていうアクションもあるし、えー、鉄板バイブでブラーって脅かして釣るというこういうアクションは動きで食わせているというより波動強い波動で、えー、怒らせたりとかね気づかせたりまあ多分にその怒らせてるという要素が強いと思うんだけどそういう考え方でね僕は釣ってます。 メタル丸ルのオーールパープルはどのようなシチュエーションで使いますかこれをねみんな聞くのよ。どんな必要性ですかって。どの色でも聞くのよみんな。<laughs> いやー、シチュエーションで使ってないって。いや、やってみないと分かんないのよ。いつでも。これは、いやー、そうはいったらレオンさんなんかこう方程式みたいなもんがあるでしょうって言われる方いるんだけど、トッププロに聞いてもらう全員同じこと言うから。 作ってる側の？トッププロでもいいし、トーナメンターのトッププロでもいいですよ。うん。ただ、ある程度冥界にパンパンと答える人もいるのよ。冥界に答える人が頭の中で心の中で実際何考えてるかっていうと一定の。何て言うんだろう？道筋っていうか線路を与えてあげないと。みんなが迷って何にも決められないからとりあえず。言ってんのよ。 でも本人がいつもこのシチュエーションでこの色を出すかって言ったら全くそんなことない。ただアングラーアングラーさんでみんな自分のパイロットルはーパイロットカラーがあるってこと。うん。それで探りを入れてそこから、うん、その日のその時の正解答えを導き出すためのパイロットになるじ自分が。 モチベーションを保てるルアーでなおかつモチベーションが保てるルアーをパカラーをパイロットと呼ぶ、うん、それを重ねていきながらあーその日のその日その時のね一番正しいところへ結びつけていこうっていうのが実際にあのプロフェッショナルたちがやってることなんですよだからシチュエーションでの使い分けっていうのは聞かれてもね本来返事のしようがないの。 チャートや黒が好きですがクリア系ホワイトが一番釣れるような気がするためワームを買うときは必ずホワイト系を買ってしまいます僕も白系は好きだねで僕は単純にあのクリア系ホワイトじゃないですね僕は完全なマットなホワイトを昔からよく使ってますマットホワイトよく釣れるただマットホワイト売れないんだ <laughs> 売れないからメバリング市場アジング市場からほぼほぼ姿消したけど <laughs> 実はマットファイトすごく釣れる、うん、バークレーのガルプを作ってる科学者いるよね、えー、ドクターキース・ジョーンズバークレー研究所のキース・ジョーンズさんはもう魚流学者でもあるのでいろんな匂いから味から色からいろんなことを研究されてんだけどあの人がその。 えー、バークレーのガルプなんかで特に大事にしてるのがあのシャットとか身の受けのつまり小魚をイミテートしたあガルプを出すときにあの人がよくやられてる手法がねカカウンターカラーラ、うん、これベイティーとスワシャ XG でもこの色出してるけどこれグローもさしてなければラメをちょっと入れてる程度で。 スティックフォローもグローも施してない一見何もしてないじゃないかと思うかもしれないけどこれはねあの小魚見てごらんおなかが白くて背中が濃いんだ全部。多少こういう茶色いやつだったり緑だったり黒だったり青だったりするよ背中はねもしくは赤だったり。 でもお腹があがって白い子が多いこれがねカウンターシェードって呼ばれるものなのねで好きな色じゃないと他の色は釣れる気がしないまあアングラーあるある <laughs> アングラーあるあるなんだけどあまりにも偏りすぎると損するよ <laughs> うん。 だから全色持てなんてことは僕は言わないけど自分が好きなカラーが23色あったら全く真反対の色は常に持っといた方がいい1色2色はもうガゴーンとね逆転することがあるからアピール系カラーは釣れる時は反応早いのでまず色の優先度はアピール系投げ倒しちゃいますねあの一つのね方程式であり一つの方法論なんですよこれは色に限らないですでアジメバルを釣るときに 小さい方がよく釣れると思い込んでる人はこうでかいの投げれないんでこんなちっこに投げちゃうんだよもうその時点で損してる勝負が早いのはルアーフィッシングなんて大きいルアーで早めのスピードで派手なカラーでってのが一番早いわけまずそこから始めないとで派手な色で大きめのルアーバーッ投げて投げて でやる気のあるやつがドンドンって食ってくればもう OK じゃないよし来たまた来たまた来たで45匹釣ったらピタッと止まるからそっから今度はスピードを落とすとかちょっとレンジを深くするとかそれでも当たんなかったら今度初めてそこでサイズダウンするとかカラーをナチュラル系に持っていくとか後でやることをみんな鼻からやってるわけよ。だから美味しいところがあるのに気づかないまま5年10年って釣りしてんの。そ,そこに勇気がない人は ずっと同じことやってるからずっと気がつかないのラインのカラーも魚認識してるんでしょうか PE の場合多様なカラーがありますが何色使うのがいいのか悩んでます PE 俺何色だって構わないリーダーつけるもんだって <laughs> うん。だからそこ全然気にしないですリーダーがこん,こんくらいとかになると問題だけどね。ルアーのカラーの会で少し脱線かもしれませんが一部ラインメーカーの宣伝でピンクが魚から見えづらい から糸の色をピンクにしましまたとこれはねあのこれピンクがねあの魚から見えずられて言い出したのはね全然ルワーマンじゃないからねこれグレツリスさんが言い出したのグレーグレーですグレツリスさんが、えー、もうすれ切ったあのお腹のでっかいやつねを釣るのに、えー、ピンクが一番見えにくいというデータを出した人がいる僕はモノフィラメント ね、ナイロンフロロポリエステルでは一切色付き使いません理由は魚から見えるとか見えないとかもう全然それ以前の話モノフィラメントラインに染料を入れると、えー、強度が20%から、ね、40%近く低下するっていうのを僕は繊維メーカーカの技術者から直接聞いてますラインに色をつけて釣れる釣れないなんてこと僕はそんなことに気配るより魚かけて からのそのライン強同の方がずっとずっと重要なので一切気にしませんだから僕はクリアラインしか使えませんエリアトラウトの時は他の釣りよりもかなり頻繁にローテーションしますトラウトが他の魚種よりもルアーに擦れやすいんでしょうかそれとも他の魚,魚種でも頻繁にローテーションした方が効果的ですかあのねエリアの魚って釣れるのよトラウトだからってことじゃないよえつまり学習するわけなんで命が惜しいからみんな それなんとかかんとかカラーローテでごまかしてるだけエリアトラウトの場合はエリアトラウトなんて土日になったら毎,日毎週魚入れてるじゃん新しい魚をあなんで先週に残ってるやつは食わないからよ食わなかったらお客さん来なくなるから毎週お昼頃でバーン放流するんじゃん朝入れたり昼入れたりね 石垣島ののエスケーープさんががルアーカラかから聞かれるのが困る困もうねみんな聞くのよだって俺も毎日聞かれてんだからだから今日のテーマにしたんだから「ルアーカラー聞くなっちゅうね好きな色投げろ」って乱暴な言い方するんだったら「えー、カラーより波動と言ってましたまずはアクションとレンジということでそうです色は4の次5の次だってでもそれが大きい時もあるから困りますよってでも石垣島なんか特にそうよ色関係に。 瀬戸内のしっぽいとこ行けばね色の差が出たりするけども、うん、ぶっちゃけ白黒クリアの3色で、えー、やりくりできる気がやできますよそれはそうですつまんないから <laughs> それだけじゃんつまんないからって話だし、あのー、スーパーグロウのイエローがやったらよかったりすることもあるから必要になってくるですし楽しみたいしね メバリングと弾く際にクリアが一番無難に感じて最初に使ってしまいますがレオンさんのパイロットからは何ですかえー、おおむねパールホワイトです。<laughs> 勝負が早い。